フィギュアスケーターの羽生譲さん、28歳が披露したあるプログラムが、中国のファンたちから驚嘆の声を浴びています。そのプログラムは、羽生さんが先月1日に大阪で行われたアイスショー、スターズ・オン・アイスの最終日で披露したもので、作曲家被災史上史の、あの夏絵を使用しています。この曲は、今年2月に東京ドームで開催された羽生さんの単独アイスショー、ギフト、ギフトで初めて披露されたものであり、 映画、千と千尋の神隠しのサウンドトラックとして知られています。真っ白で軽やかな衣装に身を包んだハブさんは、曲のイメージにぴったりとマッチし、上感に満ちた演技を見せました。その様子が中国の反ツイッターであるヒロシウェイボーのハブさんのファンアカウントに転載されると、ファンたちは次のような称賛の声を上げました。天から舞い降りた子、美しさに言葉を奪われた。コスチュームも素晴らしい。 また新たな神プログラムが誕生。弦か譲る×被災士譲り。白竜、千と千尋の神隠しの登場人物のように、本当に美しい。琥珀川、千と千尋の神隠しに登場する川の神様。何か懐かしい感じがする。もし現場で見ていたら、きっと感動の涙が流れていたはず。最高の美しさ。このプログラムを見逃すことができたら、それは不完全な人生だったと思う。涙。 言葉では表現しきれないほど、あまりにも美しい。私にとっては一生の宝物となる動画、涙。なお、スターズオンアイスは大阪と岩手で開催され、現在は横浜公演が行われています。お役に立てたようで嬉しいです。最新の情報をいち早く受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。